皆さんこんにちは。今日はね、春田駅に211系の0番台を撮影しに来てます。211系の0番台がこうやって並列で並ぶ姿はまるで国鉄時代をね思わせる感じでございましてね、この211系0番台というのは120キロ対応です。211系5000番台というのは110キロまでの対応で非常に高性能でございまして、4両1ユニットで組んであります。それが2編成ありまして、合計8両ですね。8両が JR 東海最後に持ってますということでね、それでこのユニットの組み合わせというのはですね、亀山側からモーター車、トレーラー、トレーラーという風になってます。で、211系の5000倍弾も、ね、このような組み方をしていますが、現代の313系というのはモーター車、トレーラーというようなね、非常に効率のいい、ね、組み方をしてますね。で、このね、あの211系0番台に関しましては、315系が入ってきた時に今どうなるかっていうところがね、非常に心配なね、感じでございましてね、こうやってね、国鉄時代がね、まだね、動いてるっていうのは JR 東海の管内ではここだけでございましてね、当然なことながらこうやって2両並んで見れるのもこの路線だけでございます。この関西本線だけでございます。こうやって並んでるとね、まるで国鉄時代に戻った感じだなーっていうふうにね、ちょっと思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。で、まるで国鉄の春田駅じゃないかっていう風にね思われてる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、実はこの国鉄春田駅っていうのは、ね、存在しなくてですね、この春田駅っていうのは2001年の3月にね開業した駅でございます。そうなると、国鉄分割民営化以降のね、JR になってからの開業した駅でございますのでね、まあなんてことはないオチとしましては、国鉄の春田駅ってのはなかったんですよっていうのね、オチで、今日もお話がよろしいようで、またよろしければチャンネル登録をお願いいたします。